ドズさんのいいところ。あみんないいよ、これは。一個ずつ。あ。はい。ドズルさんってね、やっぱめちゃくちゃ頭いいのよ。戦略的な話もそうなんだけど、すげえ考え方がこう、シャープというか なんつうんだろうな。すごいね、わかりやすいのよ。伸ばすためにはどうすればいいか、みたいなとか。それこそ俺が登録者こう5000人ぐらいの時にアドバイスもらったのがきっかけではあるけども。こういう人が社長なんだろうなっていうのは思いました。どうぞさん。はい。給料ください。肉待ってます。株上げになって、自分はい。の株を。多分これ俺んち蚊に送られてくるよ。間違いないよ。これみんなあれだからね。1、2、3位って感じで、蚊に、肉、ドッグフードみたいな感じでみんな送られてくるからね。そうやね、今賢いっていうのが出たから、そうやな、まあはっきり言ってくれるところかな。いいところも悪いところも、なんかダメなことはダメって言ってくれるし、いいところはいいってちゃんと褒めてくれるし、すごいなって思うな。あとはまあやっぱドズさんリーダーやん。ドズル社でもあんなに忙しいのにさ、なんか僕たちのこといつも気にかけてくれる心の余裕さというか、なんていうの、広さってすごいなと思ってて、僕やったらあんだけ忙しかったらちょっと機嫌悪い日とか、ちょっとなんかこうイライラする日とか普通あるやん、日常生活を送ってんだったら。でもそんなんがあるにもかかわらず、なんか僕たちのこといつも励ましてくれて、なんかね、気にかけてくれる優しさっていうのはいつもありがたいなと思いながら、あ、それがいいところやなと思ってるわ。これはお肉送られてくるわ。ありがとうございます。まあ最後ですか。なんか休止と絡めてたけど、すごいね、お休み中 LINE くれるんよね、ドズルさん。じゃあ、あんま LINE 使わないからさ、ドズさんがボンさんのスタンプを使って、自分が既読をつけて、その会話が終了するんだけど、そっからまたのぞさんから LINE くれるのよ。なんかオラフにかぶっちゃうけど、今やらなきゃいけないこと、収録とか忙しいと思うけど、そこまで心の余裕があるのはさすが社長だなって感いやー、すごいよなじ。なるほど、なるほど。いや。じ。みんなお肉で大丈夫です。はい。霜降りより僕赤身の方が好きなんで。やば、もう。やば、注文つけてるやん。赤身の方ください。待っておりまはいす。なあ。もらえるだけありがたい。ほんとそれな、あ麺れ？だちょっけとなん2人とか、も、あれあれあれ。麺だけなんかやばいよね、なんか注文がなんか多いよね、麺だけ。あなたたち2人は焼肉行った時に、お肉くださいって言いますかって話ですよ。いませんよね？ハラミくださいって言いますよね？タンくださいって。ちゃんと細かいところまで言わなきゃ。はい、カニいただきました。ミルクさんがあとお肉把握伝えますよ。やめやめ先生に、やめやめやめ。麺だけやたら注文多かったですってちょっと言っててください。なんか、この肉が欲しいとか、なんかめっちゃちっちゃもんつけてましたって、お願いします。ドッグフード来たらどうしよう。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画と概要欄から本編動画もお楽しみください。ドズル社最高、ドズル社しか勝たん。